ビルヘルム・マーストラン、クリスチャン・ケップケ・ビルヘルム・マーストラン、ニコライ・ビルヘルム・マーストロンド、1810年12月24日から1873年3月25日は、デンマークの画家である。デンマーク黄金時代と呼ばれる時代を代表する画家の一人である。コペンハーゲンの発明家、機械工場主の息子に生まれた。コペンハーゲンの首都学校で学ぶが、 学問に興味がなく16歳で退学し、父親の友人であった、デンマーク王立美術院の教授のクリストファー・エカスベアに勧められて、美術を学ぶことになった。1826年から1833年の間、エカスベアの下で王立美術院で学んだ。伝統的な美術アカデミーでは、神話や歴史を題材にする、 歴史画が一般的な人々の日常の姿を描く、風俗画よりも高く評価されることが多かったが、マーストランは風俗画を描くことを好んだ。王室のワイン商人で芸術家のパトロンのボーグ・ペターセンが初期のマーストランの重要なパトロンとなり、マーストランはボーグ・ペターセンの家の音楽界の情景を描いた。 画家としての評判は高くなったが、王立美術院の海外留学資金が与えられる、展覧会の金賞は獲得できず、何度か銀賞を受賞して、留学の資金を与えられることになった。1836年8月に、初めて外国に出た。ドイツを経由して、イタリアのローマを訪れ、イタリアには4年間滞在し、祭りなどの人々の姿を描いた。 1841年にデンマークに帰国し、1843年に王立美術院の会員となり、1848年には王立美術院の教授となり、教えた学生には、後にスケーン派の代表的画家となる、ピ s エス・クロイヤー、ミカエル・アンカーがいて、他にカール・ハインリ・ヒブロク、クリスチャン・サートマンもマーストランの指導を受けた。その後もしばしば、 ヨーロッパ各地を弟子の PS クロイヤーや、版画家のアドルフ・キッテンドルフ、ナショナル・ロマンティシズムを推進した、美術史や批評家のホイエ演を伴った。文学作品を題材にすることもあり、ドン・キホーテや劇作家、ルズビ・ホルベアの喜劇、エラスムス・モンタナスなどを題材にして描いた。1850年に結婚し、家族の情景も題材となった。 1867年に妻が亡くなると宗教的な題材を描くこともあった。ありがとうございます。